今回の企画みたいなまたみたい。俺もやっててめちゃくちゃ楽しかったんだけど、まあ、木工はさ、まあ、大変じゃん。もちろんノーギャラで山梨の奥まで連れてこられて、ね、別に自分のチャンネルでもなく大変じゃん。でも緑さんももちろんね、金も払わずに、山梨の奥地まで連れてこられて、ね、自分のチャンネルでも大変じゃん。俺は自分のチャンネルなんだけど、でも経費2、300万かかってて、あれ。絶対ペイできないじゃん。大変じゃん。そんな頻発できないんだよね。あのみんなの魂が一致した時しかできないのね。クリスマスとかさ、そういう時には、いいんだけど、夏とかね。またやりたくなったら。ちなみに去年の年越しは苦しそうにフィファしてた。じゃあそれに比べるわ、じゃあだいぶいい。でもよく2週間で作り上げたわ、みんな。俺のわがままを叶えつつ。でも時間がなかったからこそ、勢いよくできたのかもしんねえな。でもさ、なんか、モコをさ、そんななんか上げるわけじゃないけど、あいつやっぱすげえわ。やっぱね、結局ね、モコと緑さんなんだなと思った。おもろいやつって。まあ、じゃなきゃ十何年も YouTube で生きていけねえな。ゴキブリサンバカトリオって呼んでんだけど、俺と緑さんとモコのこと。動画のゴキブリ1匹と、生放送のゴキブリ2匹なので、なんか、ずーっとちょろちょろ生きてるっていう。数時間押し入れに押し込んどいて視聴者に喜ばれるの見るだけ嫌なのね。考えたの、いろいろ。なんかさ、若者を使うとなんか、いじめっぽくなっちゃって、見てる奴らもつまんねえだろうなと思って。で、緑さん最悪あそこで投資してもおもろいから。いや、放送の事故だったんですって言ったらさ、緑さんの視聴者もさ、まあしょうがねえよなってなるじゃん。周り、何人も殺してんだし、緑さんは。最悪死んでもいいから、緑さんの場合は。本人も言ってるから、いいよ、最悪死んでもいいよって言ってるから。面白ければ死んでもいいよって言ってるから。